売られようとしていたという問題であるという本質を忘れてはならないというふうに思います。まさに国民の皆さんから常に税金の使い道について厳しい声が上がっています。そうした状況の中で国有地が8億円もダンピングされたとすれば、その分の税金が食い物にされたのと意味は一緒です。本来であれば、黙らせていただけますか？黙らせていただけますか？議長、不適切発言に対しては指導していただきたいと思います。お静粛に、どうぞ続けてください。水田議員、黙っていていただけますか？この8億円もの値引きがどうしてされようとしていたのか。財務省の皆さんは、それには批判もあるかもしれませんが、国民の皆さんから納めるべき税金は1円とも間違いなく、落ちなく納めていただくために努力をされています。国有財産などを売るにあたっては、1円でも高く売るために努力をされています。私はそうした財務省の基本的な姿勢は、それは少しでも税金安くしてほしい、少しでも安く国有財産を手にしたいという皆さんには残念なことであるかもしれませんけれども、正しい姿勢だと思っていますが、その財務省がなぜ8億円も値引きを認めようとしたのか、一旦は認めたのかという、これは深刻な問題であります。こんなことが日常茶飯に起きたとしたら、まさに我が国の財政は、どんなに国民から税金をいただいても回るはずがありません。したがって、なぜこんなことが起こったのか、その原因本質を明確にすること、そしてそのことに基づいて再発防止策を取ること、原因も分かっていないのに、全貌も解明されていないのに、再発防止を打てるはずがありません。後で述べる改ざん問題なども含めて、責任を痛感していますとか、真摯な反省とか、再発防止とか、言葉だけは踊っていますが、全貌解明の妨害をし続けてきているのは誰なんですか？全貌解明に抵抗しているのは誰なんですか？全貌解明に協力をしない政府与党の姿勢こそが、まさに税金の無駄遣いを生み出す海そのものではありませんか？そもそもこれだけでも問題なのでありますが、第二に申し上げなければならないのは、安倍総理の昭恵夫人が夫人付きの公務員である谷紗恵子氏を通じて行政に問い合わせるという関与をしていました。このことはすでに明らかになっています。このことだけで大問題じゃないですか？他にこんなおかしな値引きをしたことについての合理的な説明が一切なされていない以上は、このことが影響を与えていたという以外、現状では推認しようがないじゃないですか。安倍総理は関係していたら総理も議員も辞めるという発言をされました。この発言があろうとなかろうと、この事実をもってしてだけでも、まさに権力の行使混同の問題として深刻な問題であることは明らかであります。にもかかわらず、昭恵夫人も谷氏も、国会はおろか記者会見などの場も含めて、全く説明をしておられません。財務省が改ざん、隠蔽してきた文書の多くを、この国会で野党の協力によって公開にまで持ち込むことができました。
野党各党が粘り強く追及してきた成果であると思っていますが、そもそも本来であれば、総理や政府自身、あるいは自民党が積極的に真相解明に努力すべきであると思いますが、全くそうした姿勢は一貫して示されませんでした。そして、非常にわかりやすいのは、関連する文書の多くがようやく野党の追及に応じて出てきましたが、なぜか昭恵夫人や谷紗英子氏が関与していたとされる時期の文書だけ未だに出てきておりません。さらに言うとびっくりしましたが、これは共産党さんが指摘をされました。最高裁まで争っても、でも公開はしないとされる打ち合わせ文書、出てきました。こうした文書が本物でないという否定もできてません。本物かどうか認めとかわからないというか答えないという状況であります。まあ、本物だから否定できないんですよね。最高裁まで争ってでも公開しないというそんな姿勢、まさに総理が指導力を発揮して公開できるものは全部公開しようと言うべきじゃないですか。こんな姿勢で自分の配偶者は関与してないといくら言い張ったって誰も信用しないのは当たり前のことじゃないですか。盛りかけ問題に関連しては三つ目、加計学園問題であります。国家戦略特区に至るプロセス、獣医学部の設置認可に至るプロセス、まさに行政の中立性、公平性を損ないかねない疑惑であります。これに全く真摯に対応していないどころか、真実に目を向ける姿勢がもはや明確であります。何度も指摘をされていますが、改めて申し上げたいと思います。公開された愛媛県の文書、平成27年の3月付の文書には、3月3日の打ち合わせ会において、加計学園のした報告が記載をされています。2月25日に加計理事長が総理と面談し、いいねと言われた。まあ、公文書であるのかどうかということはいろいろな議論がありますが、愛媛県の地域政策課が作り保管していた文書において、加計理事長が総理と面談し、いいねと言われたということが明確に書かれているところであります。すごいのは、加計理事長などが、事務局長がその場の雰囲気で作り話をしたと釈明をされたことであります。愛媛県の一連の記録と照らし合わせれば、明らかにこの加計理事長の説明は矛盾をしており、この理事長の雰囲気で作り話をしたという釈明こそが虚偽であるのは明らかであります。一つには、当該その3月の文書の冒頭に何て書いてあったか。加計学園から理事長と安倍首相との面談結果等について報告したいとの申し出があり、というのが冒頭の記載です。つまりこの会合そのものが打ち合わせ結果、安倍総理との面談結果を報告したいという申し出に基づいてこの会合がセットされてるんですから、その場の思いつきで安倍総理との会談の話が喋られたわけではないというのは記録上明明白白じゃないですか。これだけでも加計学園は大嘘つきだというのははっきりしています。一つだけでは何なので。愛媛県の公表文書、一つ前の文書は2月付の文書です。その2月付の文書にはどう書いてあったか。理事長が安倍総理と面談する動きもある。明記されているんです。2月の会合で理事長が安倍総理と面談する動きもあるという報告をし、3月の会合は理事長と安倍総理との面談結果等に報告したいとの申し出でセットをされ、そこでいいねと言われたと報告をしたと、
これが全部記録上明確に残ってるんです。これが作り話？ありえないですね。まだあります。この3月付の文書、柳瀬首相秘書官から改めて資料を提出するよう指示があったとの加計学園からの報告が記載をされています。そして次の文書で資料提出指示を受けて柳瀬秘書官と加計学園が協議の日程を調整しているとの加計学園からの報告内容が記載をされていて、実際にこの流れの中で、まあ、いわゆる問題となっている柳瀬秘書官との面談が実現をされているわけでありまして、総理との加計理事長との面談からこの一年の流れが進んでいるということは記録上はっきりとしているじゃないでしょうか。そもそも学校の設立認可という公権力の行使、行政行為の選択にあたってこうした形で、まあ、政治家が関与をしていたとすれば、そのこと自体大きな問題でありますが、県や市も多額の金をこの加計学園に出していますが、学校を設立されてしまった以上は、ここには毎年私学助成金という形で国費も出ていくんです。獣医学部のような、まあ、実験などを多々行う学部が、私学助成金の中で経営が回っていくとは、これ現実的にありえません。学校を存続する限り、私学助成金がない限りは、経営成り立たない。これもまた税金の使われ方、使い方の問題であり、しかも愛媛県や今治市だけではない、国費の問題でもあるんです。安倍総理は、国家戦略特区のワーキンググループのプロセスに瑕疵がないことを繰り返し強調していますが、全くピント外れの言い訳だと言わざるを得ません。仮に、ワーキンググループの手続き本体には瑕疵がなかったとしても、総理との関係を背景にして、総理秘書官から特別な指導を、助言を受けていれば、行政の中立性、公平性を損ねるものになります。あるいは、国家戦略特区としての正式な申請の前段階のプロセスであったとしても、それこそ加計理事長の言い訳のように、総理の名を語って、県や市を騙すなどという決定的な瑕疵があるならば、設立認可そのものに瑕疵があると言わざるを得ません。そもそも申し上げたいんですが、この柳瀬秘書官というのは、私も経済産業大臣やらせていただいたものに存じ上げていますが、経済産業省から総理秘書官に出てらっしゃるんですよね。この国家戦略特区は、その結果、学校の設立の問題という意味では文部科学省に影響のする話です。獣医師さんという話では農林水産省に影響する話でありますが、内閣府の所管であります。私立の大学の学部を設置する、しかも、まあ、一次産業系の学部を設置をするということについて、そもそも柳瀬秘書官は、知見もなければ、所掌したこともないんです。なんで柳瀬秘書官が関与して、指導助言をしているのか、それはまさに総理秘書官だから、他ならないじゃないですか。総理秘書官が関与してるから、内閣府をはじめ各省庁は、それを忖度するなり、私は事実上の指示が出ていたと思っていますが、それは断定はしません。しかしながらまさに、なぜ、所掌ではない経済産業省出身の秘書官が関与していたのかということ、一点をもって、まさに官邸としての影響力を行使させようとしていたということは、これだけで私は明明白々だというふうに思いますけれども。まあ、これらだけでも、内閣3回ぐらい吹っ飛んでもおかしくないんですが、この問題は、さらに言うと、このまま放置をすれば、とんでもないことになるという、そういう問題であります。総理のような権力者と友人であるなら、あるいは、権力者の配偶者に取り入ることができれば、行政的に有利に取り計らってくれるかもしれない、という認識を世の中に生じさせているということであります。行政の中立性、
公平さに対する信頼が急激著しく今劣化をしています。こうした状況を放置をした、見逃したら何が起こるか。有利に取り計らってもらおうとして権力に取り入るすり寄る人間が増加をします。その一方で、そうした機会は作ろうと思ってもとてもできないよねと、まあ多くの皆さんはそう考えるでありましょう。そうした皆さんは、どうせ一部の人だけがいい思いをするのでしょうという意識に陥り、モラルとモチベーションが低下することになります。これはまさに日本社会を崩壊させる危機です。したがって多くの国民の皆さんが、ああやっぱり行政は中立公正なんだという納得感を得させなければ、社会のモラルを崩壊させる、その責任はこうした疑念を生じさせた安倍総理にあるということは間違いないじゃないですか。まあ、森友加計学園問題に関連をして5番目に指摘をしなければならないのは、まあこれ単独でも1項目、7つのうちの1項目立てたいぐらいの話でありますが、この真相解明を妨害するような、そうしたプロセスの中で出てきた公文書の改ざん問題であります。これは行政の末端の、まあごくごく一部の数人が、まあ、個人的な不祥事を隠すために文書を改ざんしたなどという、まあ、過去にも残念ながら時々生じている不祥事とは全く本質的には違っています。公文書の改ざんを、しかも国会との関係で中央官庁の中枢部が大掛かりに実